こんばんは、はるあんです。なんだか今日ね、夕方になって夜になってとっても寒くなってきたんですよ。で、ヒヤッとするから今日はあったかいものをね、晩ご飯にしようかなと思います。今日はとっても簡単にうどんにします。まずはナス3兄弟を切ります。あー、転がっちゃう。ナス3兄弟は輪切りっていうのかな、分厚めの輪切りにしていきます。あーれー、よいしょよいしょよいしょよし。はい、次はね、これほうれん草です。ほうれん草をザクザクっと切っていきます。ザクザクザクっとザク。最後は生姜、ピント合ってるかな、なんか合ってない気がするけど、生姜をね、ちょっと2かけ分ぐらいかな、たっぷりめに千切りにします。鍋に火をつけてごま油入れます。ちょっとね、ここはね、たっぷりめに入れるんです。ごま油と生姜をね、たっぷり入れることが美味しさの秘訣かなと私は思います。そうしたらお鍋に生姜を入れて、生姜の香りが出てくるまでじっくり炒めます。そうしたらさっき切ったナスを加えます。ナスをね、油を吸わせるようにちょこっと炒めていくんです。これが美味しいの、油をね、吸ってくれるから。なんていうか、ナスって油を吸うとすごく美味しい食感になるの分かりますか。なんかふにゃーってするの、じゅわーふにゃーみたいな感じで、それがね、たまらなく美味しいから、だからこのために油を多く入れるんです。お水を加えます。ブクブクね、言ってきました。お肉を加えます。豚こま肉、こま肉、薄切り肉みたいな、何でもいいです。豚肉を好きなだけ加えてください。で、あ、ごめんなさいね、パックごとで、じゃあもうパックごといきます。お肉はね、炒めなかったんです今回。その方が柔らかくなるかなと思ってるんだけど、もしあの香ばしいお肉が好きって方は炒めても美味しいと思います。ほうれん草も加えます。ザッパーン、ドキャー。ほうれん草がすっごい鍋を覆ってるんだけど、でもね、そのうちどんどんかさが少なくなってくるからね、たっぷり入れました。あ、おいしそう。うどん用のお湯も沸かします。忘れてた。はい、沸かしましょう、隣にね。そうしたら最後に味付けの仕上げです。もう仕上げなの、早いよね。じゃーん、じゃーん、めんつゆ。そう、今回はめんつゆオンリーで味を整えます。だけどね、普通の味なんだけど、普通が一番なんですよと思わせてくれるような美味しさなの。ちょっと濃いかなって思うぐらいに味をつけとくことが後々後悔しないポイントだなと思います、いつも。だからちょっと濃いめに味をね、あのめんつゆでつけていきましょう。じゃあ、これにしたいと思うので、ちょっと長い、15分ぐらい出なきゃいけないんで長いね。はい、じゃあ入れます。ドビャドビャー、あーれー、ザブツ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 ブ、よいしょ、たっぷり乗せようと。よし、できた。このうどん、とろろ昆布みたいなのをかけて食べてもとっても美味しいです。ナスが出来上がりました。ゆっくりね、晩ご飯食べたいと思います、この後。はい、じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。この動画でね、少しでも美味しそうと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。